まずは折り紙を四角に半分に折りますこれを縦にしてさらに半分に折ります開いて右の角を中心に向けて折ります 裏返して反対側も同じように折りますこれを上から開いてこのように正方形に折り替えますこの部分を縦の筋に合わせて折ります 反対側も同じように折ります。上の三角も軽く折って開いて折り筋に合わせてひし形に折っていきます。 裏返して反対側も同じように折ります。 これで、折り鶴を折るときのひし形ができました。手前のこの1枚を下に下ろして、反対側の1枚も下に下ろします。この状態から右側を開いて、右側の1枚を上に引き出します。左側も同じように上に引き出します。 引き出した右側の1枚をこの中心から根元から真横に折りますまっすぐ真横になるように折ります反対側も同じように根元から真横になるように折りますこんな感じです次に真横にしたこの先っぽを縦にしてこの部分 指で開きながら、上からまっすぐつぶします。こんな感じです。反対側も立てて、少し開きながら、上からまっすぐつぶします。つぶしたら、これを裏返します。 裏返してこの先っぽをこの三角に触れるぐらいの位置で折ります。折ったものをさらに半分ぐらいで折って三角に少し入るぐらいの位置で折ります。反対側も同じように。 先っぽが三角に触れるぐらいの位置で折ってからそれをさらに折ります。なるべく左右対称になるように気をつけて このように折ります。次に手前の1枚を上にめくります。そして下の角をひし形の中心に合わせて折ります。折った三角、先っぽは押さえながら、下側の紙をこのように上の紙に合わせて折り目をつけます。つけたら開いて、 この折り目を開いて、開いて開きながら下の先っぽを閉じます。こんな感じです。次に、上側のこの部分を横の筋に合わせて折ります。折ったら一度開いて、今度は反対側を同じように折ります。 これも開いて両側を一緒に閉じながらこのように三角を立てます。この細い三角を今度は真下に向かってまっすぐ潰します。 このひし形を今度は上にめくってさらに細いひし形にしていきますこんな感じですしっかり折ってこの部分をそのまま下に 下ろ,します下ろしたらこの先っぽを上に折り返すとこんな感じになります次に裏返した状態でハサミを使いますこれを上下ひっくり返してこの部分 この1枚の部分を切り込みを入れます。反対側も同じ位置で切り込みを入れます。次に今切った部分の1枚下、この部分です。この部分も切り込みを入れます。反対側も 1> 1枚下の部分だけ切り込みを入れます。そうしたら次はその2枚の切り込みの間からはこの1枚を同じぐらいの幅で気をつけながら下まで切ります。こんな感じに切ります。 反対側も同じように切りますこんな感じになりますこれを表にしてこの状態でこの部分を小さく折ります ちょっと折りすぎたかな。小さく折ったものをさらに下に折り返します。こんな感じです。反対側も斜めに折ってそれをさらに上に下側に折り返して 先っぽを裏側に折り込みますこれで折り紙の部分は完成ですこれに顔を描いていきます目のクラゲは額に赤い丸があって あとは目があるだけです。これに色を塗っていきます。目の部分を一度めくって中を白く塗ります。 頭と額の部分を赤く塗りつぶします一度開いて黒目を描き込みます頭と額の部分に光を描き込みます これで、目のクラゲの完成です。